気持ちいい。動いちゃうの？動いちゃった。はい、ちゃんくん。はいはい。先っちょで顔のあたりに。いいじゃん、くん。よいしょ。そして真ん中で背中。なんで動いちゃうの、ジャン君。カリカリ。カリカリでーす。ジャン君、ポーちゃん、寒いのかな。それとも商店の座布団かな。早く布団敷いて暖かくして寝ますか。こんな状態です。暖房はつけてるんだけどね。そろそろあの遠赤外線ヒーター必要ですか、君たち。あれが出てくると動かなくなるよね。外ではですね、雨や風がだいぶ大暴れしていますね。ジャン君なんかちょっとビビり始めてるかな。割と、戸建てに引っ越して3年ぐらい経つんですが、風がね家を揺すります。そんなにやばい家じゃないとは思うんですけれども、あの直接風が当たる、方向があります。東側がすっかり、向かい側が駐車場になっててね、その向こうも、まあ多少木があったりするんですが結構開けた状態なので、そっちから風が吹いてくると結構揺れるね。あと北側も大きなお家があって、そちらの庭が広いので揺れるね。東京ではあんまり感じたことない感じかな。音聞こえますか？このカメラでは捉えられてないかな。ポンちゃんもどんなとこにいんの？ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、さあこんな日は早く寝ちゃった方がいいかね。布団敷きますよ。